会場の皆様、母っていう男子さん連絡協議会の、田中です。本日は大畑の共演のオープニングのセレモニーということで、騎士の皆さんどうぞステージの方にご入場ください。はい、大きな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほど紹介にあった通りですね、各チームの背中を乗っている騎士の皆さんですね、この大舞台で、のびのびと打っていただければと思います。騎士の皆さんの準備が終わり次第、開始の方をさせていただきたいと思います。大丈夫ですか皆さん。それでは音楽の方よろしくお願いします。本日ステージの上にいらっしゃるチーム名を紹介させていただきます。朝霞鳴子雄和会、一騎カリー、殺走、よさこい、くれない塾の騎士の皆さんの方に、集まっていただいております。それではまず最初にですね、このチームの旗から行きたいと思います。朝霞鳴子雄和会の皆さん、お願いします。朝霞鳴子雄和会は参加回数27回、演舞テーマは爆弾回生となっております。力は山で引き抜き、魅力は夜で追いつくということになっております。実際の踊り子の演舞の方も見ていただければと思います。さあ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 、もっともっと振っていきましょう。会場の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。はい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 。さあ、夕方の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次は一騎の皆さんです。一騎、参加回数21回、演舞テーマは万華鏡2022、結成23年を迎えた一騎です。これまでの経験のない一騎時代で、トンネルのレガシーに向かって踊りたい気持ちで旗を振っております。さあ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 、もっともっと振っていきましょう。さあ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 、会場の皆さんも一騎の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、カリエスタッド。参加回数17回、演舞テーマは勝利、龍が登る動物、続くよさこい西、よさこい道の果て、カリエスタッド、ここに4本の大型で振っていただいております。さあ、会場の皆さん、もっともっともっと熱く、はい、各踊り子の皆さん、騎士の姿をご覧あれ、はい、さあ、カリュー、サストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、よさこい騎士はくれない塾の皆さんです。参加回数は7回目、千葉県からの参加となっております。演舞テーマは元気に楽しく、久しぶりの参加祭、人数が減ってしまいましたが参加できて嬉しいです。3年分の思いを込めて思いっきり弾けたいと思いますと伺っております。ガンガン振ってください。はっ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 。せいや、ういっそういっそういっそ、さあ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 、最後にですね、拍手をくれないでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は皆さんでご一緒に行きましょう。ストーリー、さあ、いいですね、大バトルが前のは、わあ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 、さあ、ルイ、ウィッサー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 、
会場の皆様、騎手の皆様、本当に盛り上げありがとうございました。ありがとうございました。足が鳴ると言わたい一気鳴りを出すと、よさたい立ち上げられる皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。